あー、なるほどね。あいつは鼻がいいらしいので、もしかしたら。はっ！片付けるや。よくぞ気づいた散歩しよ。つまり俺は不死身ってことだ。いや違うだろ、バカじゃねえの。やれぞバカだこの野郎。善一さんは遠くの任務に出っ放しなのですが、とにかくうるさいと他の隊員から聞きます。起きろ起きろ、カンナジラ、目を覚ませ。いい加減起きろ。ほら、次回第2話よりいち。俺に心配させんじゃねえぞ。お前にある刀はない。これはまずいぞ。ですよね。帰り道お気をつけて。いいやつだな。え？かまど炭治郎です。よろしくお願いします。おいしいですね。そうやろ。おと品津川玄也。死ね。ありがとうございます。うん、じゃあねー。あの子は天才なのよ。あんたたちとは次元が違うのよ。あれ？黙んなさいよ。めっちゃのほじくるわよ。戦国時代の武士と知り合いのわけ？あんた何歳よ。なんかごめん。ねずこ起きたか。痛い。うん。